皆さんこんにちは、森有と久間美希と翔平です。ゆるい2回目だからね、この下り、はい、ちょっとね、1個目は失敗したんで、いろいろと遠いな、私小顔効果、小顔効果でっかい、ほぼ提灯だね。そうだね、ほぼ俺メイン僕ですね。提灯の動画だわ、これもこれね、私買ってきたんです。自分のは自分で包んだけど。そう、なんか今日ね、アリスさんからいただきました。みんないて、クリスマスプレゼント、ありがとうございます。なのでちょっとね、提灯のほんと少なくいや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 、え、もう開けていいの？いいよ。見てないまだ。開けて。なんだなんだこれ。なんだろう。あ、いいな。大好き。なんか変わってるやつだったから。カキピーのチョコバージョン。チョコのなんかね、モカモカみたいな。超美味しい。こんなのありがとうございます。変わった味のチョコが欲しいって言ってたから。そう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 。チョコが探したらこれしか。一緒に買いに行ったん？うん、別で。そう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 。それでもね、それだけでひもじいからもう一個買ってきた。ちょっとあの似てるなと思ったの。似てる。ハロウィンの時にね、こういう顔してたから。ちょっとあの季節外れだけど、ハロウィンのね、可愛い。でもね、クリスマスコーナーにあったよ。あ、そうなんだ。フレンドメアビフォアクリスマス。ああ、そうなんだ。だからか。ペロペロチョコ的な。そう、だからこれだけじゃあれだし、チョコ食べたいって言ったからこれ。へぇー、こんな気使ってもらってありがとうございます。レターが入ってる。あとね、なんかそう、やめてよ、本当にラブレター。やば、これ見せちゃっていいのかな。なんで見せる。こんなね、ありがとうございます。いや、これ電車の中で書いたんです。すごい雑なんですよ、本当に。こう見えてなんかね、すごい女の子っぽいところがね。何こう見えて。いや、年末にこう、高評価っすよ。そう、株をね、こうポイント高くやった。いや、でも本当に嬉しい、ありがとう。やった、いけたい。そう、これね、ミキちゃんと同じの買ってきた。私も、ただ単純に欲しかった、これが。へえ。そう、ほら、音が。なに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 、こんな振って大丈夫？どうぞ、どうぞ。あ、ほんと、そうか、開けちゃうよ。どうぞ、ミキちゃんにもラブレター入ってる。待って、これ逆とかないよね。なえ、そうでしょ、手紙入ってるよ。あ、分かった、よかった。じゃじゃん。じゃん、何これ、やばいじゃん、やばいじゃん、これやばいじゃない。キッチン。ねえ、なんでさ、喧嘩の元になっちゃうね。ミキちゃんとクマミキと浮気したろって。え、何これ、チョコエッグなの。ハローキッチン。やばいでしょ。俺チョコエッグもすごい好きだわ。これ絶対ね。チョコエッグも好き。ミキちゃんの動画にもなるなと思ったんだけど、私。何種類あるの。これ、ね、結構あるのよ。めっちゃうまい。12個、12個種類がある。すごい。そうだからね、サンリオだと思って。サンリオだだ、3つ入ってんじゃないの。これ3つ分の体積ない。なんか3とか書いてあるよ。あ、ね、そういうこと。これ1個あったよ。よかった、よかった、よかった。じゃあ、私さ、ここになんかさ、シンクパックみたいなやつになっててさ、そんなケチケチしてこれ食べちゃおう。いただきます。どうぞ。でもこれ外国のだからすごいさ、パケもかわいい。パケがかわいい。あ、そうなってんだ、そうなってんだ、やっぱキャワかわいい。ペロンってした。ペロン、今からペロン。ねえ、私ね、汚いんだこれ。あ、できた。私もそんな感じだったよ。本当だ、3つ入ってる、知らんかった。え、結構詰まってないこれね。カタカタ言わない。あ、できた。なんかシークレット的なのはないのか。確かに。え、かわいい。え、確かに、ね、久しぶり。ちなみにみんな、どれどれが欲しい。え、どれがろう、どれが欲しい。私このなんかハイジみたいな。ね、私もそれと思った。かわいいよね、ハイジ。2人ともこのハイジ狙いだそうです。これ、はい、これ。私出るから。私が持ってるわ。私が出すから。私出るから。いや、大体出ない。出たことないよ。何が入ってるんだろうな、これ。でも絶対サングラスとか入ってそうだね。お、開けずに入ってるんだ。え、汚れないように。あ、キティちゃんが切れないようにも切ってるのに無理だ。どうやって開けんの。お、え、待って、私持ってるわ。一発目で、うん、すごい。すごい、やばい、やったー、すげー、やばい、これはすごい。やった、持ってたわ。今年1年すごいですね。メリークリスマス。メリークリスマス。一本あれさ。え、待って、気持ち悪い。マジ？私、
さっきね、うん、このサングラス着そうだわって言ったの。うん、マジ？え、怖い怖い怖い。怖い。何何何？え、気持ち悪い、超能力みたいな。怖い怖い。ね、これさっきのつかめる水に入れたの。あ、つかめる、ちょうどいい。入れたい。ラリーさん、これこっち先にレビューして、うん、その後あの水の作るのもうやりなさい。家でね。やりなさい。自分家でね。もうやりなさい。無理だよ。やりなさい。無理だよ。できるよ。入れたいけど無理。アリスならできるよ。寝かきにやらせようよ。これかわいい。めっちゃかわいい。ずるい。これさ、中気になるね。あと2つ。あとね、2つ。うわ、気になる。きゃー。かわいすぎる。うわ、全部集めたいな、これ。シークレットないのかな。あ、これだけじゃない。うん、ここに書いてあるね。クリスマス。あれ、クリスマスなくない？なくない？あれ？クリスマスの帽子かぶってるよ。これじゃない？ミニク。うん。かぶってるよね。うん、やば。かわいい。すごい。チョコエッグって懐かしい。いや、恐竜かなんかでしたよね、昔。あった。めっちゃ買ってた。興味あるのに買ってた。わかる。で、チョコエッグを買いたくて。うん、なんかチョコエッグっていうのが VIP 感っていうか、ビテラベ氏には龍角さんを歌手のね、いや本当に喉を大事にしてほしい。ラベ氏と飲みすぎよね。本当にラベ氏大事にして、本当に私ママ心配。歌手かってぐらい飲んでるね。本当に元気なんだけど、私だって龍角さんのあのなんか業務用みたいなでっかいもん買ったもんね。こんな、売ってんだと思って。業務用なんてあるの？こんなでっけえの？いや持ってるわ。業務用サイズなかったもん。業務用じゃない。普通だったよ。あ、そうなの？こんなんちょっとうなずきつつ、どうしようこれって思った。ちょっと持ったな。これの半分ぐらい。普通でしょ？普通でしょ？確かにコンビニサイズとかじゃないの？本当に？わかんない。コンビニサイズだよ。どうなの？私いつも10個サイズの買ってた。10個なんてあるの？ね、逆に。ちっちゃい。うん。知らない、そっちの。俺、袋のしか買ったことない。それ、業務用じゃないじゃん。業務用。私、こんなに龍角さん売ってんだと思って、宝部のためじゃんと思って買ったの。まあまあまあ、ね、気持ちがね、あれば。うん、今日、出かけるのはまたちょっと違うね、特別なダイエットグッズが入ってるんで。それをね、みんなで、またやりたいから。あ、もう、撮ってること忘れて食べてたわ。10分も撮ってる。どうやって閉めるんですか、これ。じゃあ。デカキンのはまた次、デカキンが来たら撮ります。バイバイバー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 イツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。ゆるー。